こんにちは、フルート奏者の町井愛です。今日はアカペラというアプリを使ってみたいと思っています。なんかアカペラなので自分でメロディーも歌ってハモリも歌ってそれを重ねて一緒にこう出力できるアプリみたいなんですけど、それでちょっとフルートのメロディーと通奏低音っていうベースの部分ですねの、こう私がフルートでどっちも演奏している二重奏の動画を撮ってみようと思っています。で、今日演奏しようと思っているのがテレマンのソナタですね。私自身がこんな形で監修した楽譜として出していて、で模範演奏の CD もついてるんですけれども、まあ、それのここの曲集の中に、テレマンのソナタが入ってるんですね。でそれの今日はちょっと2楽章の頭の部分1分間だけデュエットしていきたいと思います。それではお聴きください。